じゃあ、こんにちは。お、ガンちゃん。あ、こんにちは。やっと始まったらしいな、YouTube チャンネル。もうコロナ禍の影響をもろに受けまして。なあ、受けたな。はい。でもその分考える時間多かったので。何考えたの？いやいや、一応、先輩方々、YouTuber の先輩方々がどんな動画配信で、その視聴者の方のハートを掴んでるかっていうのをものすごく勉強しました。じゃあ聞いていい？はい。俺のでは、どんなのが印象に残った？はい、ゲスト呼ばれた時に、すごくゲストの方が気持ちよく喋ってるなという印象があります。江川さんの。お前は絶対見てない。見てますよ。お前絶対見てない。見てます。乗せ、人乗せるの一番前からな。見てます。江川さんが出られた時に、僕は江川さん大ファンで、江川さんのピッチングをこう僕の中でイメージして、プロ野球選手としてやってましたんで、興味深く。見た。はい、見ました。なるほどね。俺とガンちゃんって日本ハムでさ、何年か、いや、1年間か。俺1年しかおらんかったもんな。何年間絡んだかもらって、まだ僕が初勝利あげる前です。そうやな、はい、歓迎会か。あの時にパッとこうガンちゃんが俺のとこ来てくれて、ああ、もう僕はテレビで見てたスーパーカートリオの高木豊さんが日本ハムに移籍されるということで、僕ちょっと力んでたんですよ、うん、もう挨拶して顔覚えてもらわなきゃと思ってバーッと寄っていったのを覚えてます。覚えてる、覚えてます。いや、それできっちり挨拶したんだよ。で、それまで俺に寄ってくるのってやっぱ片岡は昔から知ってた。あ、もうそのぐらいしかいなくて、ガンちゃんが一番最初に来てくれて、あ、こいつなんちゅうやつやねんと。失礼でした。いや、全然失礼だ。だから挨拶がきっちりできるやつやなと思った。だから律儀やなと思った。もうそう言われると僕はもう両親に感謝です。なあ、はい。いや、だけどまあそういうことってさ、やっぱスポーツ界で大切なことやろ。大切だと思います。やっぱりさ、ガンちゃんが最初の手で覚えてもらわなきゃっていうのがあったじゃん。はい。だからそういうのっていうのは大切でしょ。一般社会でもそうじゃん。とても重要やと思います。なあ。はい。というのは、僕両親にも。このアクリル板挟むと、はい、お前ボーダー着てると、はい、完全に。お前なんか捕まった人間で、面会に来てもらった。俺が面会に来たみたいな感じになってるけど。やってないんですよ。わかってるって、お前。本当、そんな感じです。いや、ボーダーやめろ、これから。ここメッシュやったらどうしようかなと。なあ、ボーダーやめた方がいいぞ、お前。人呼ぶときは。いや、本当にその挨拶は、うん、両親に必ず、もう、幼い時からそれは、しつけの段階から言われてましたし、高校を卒業するときに、担任の先生が素晴らしい言葉を残してくれて、人に覚えてもらう。あ、なので卒業して社会人になったら名前を2つ持ちなさいって教えられたんです。ああ、それは名前を2つ2つ、はい、例えば僕は岩本勉という名前があります。ああ、でも社会に出た時に、もし社会には上司とか存在するじゃないですか。そこでそういう上司に当たるような人が、もしくは先輩に当たる人が、おいと言った時に一番にはいと言える人になりなさいっていうことを教えられて、それがもうずっと頭に残ってるんです。でもそれは実践してきてるよな。してきてます。はい。なあ。なので、こう、あ、それで人に覚えられて、多い、一番初めに、はいと言った人間が仕事を任せられて、それをしっかり成果と結果残すことによって、次もまた指名される、必要とされる、好循環が生まれるっていうのは、すごく教えてもらったことを実際に行動をとってみて、もう肌で感じたことなんですよ。なので、あ、スーパーカートリオ、高木豊さん、絶対挨拶行かなきゃ、と言ったのを覚えてます。で、まず俺一つそこに感心したんだよ。ああ、ちゃんときっちり若くて挨拶ができるなっていうのと、もう一つ、ガンちゃんが引退してまたフジテレビで絡むようになった。あ、はい。その時にずっと接してきてて、やっぱ感じることは、絶対人のこと言わないな。悪口を言わない。だからこれはすごいと思う。あ、そうですか。やっぱりさ、言葉のなんていうの、遊びでさ、なんかあいつどこの子のって人を笑い物にして、周りが盛り上がるっていうケースがあるじゃない。ね、特に酒の席とかあるでしょ、はい、でもお前絶対しないよね、それ。そうですね。してんの？俺の前以外は。いや、周りにそんな人も少ないし、まあ、豊さんのことは外でちょいちょい言わせてもらう。いや、そんなことはないんですけど。お前絶対言ってるよ。言わないですけど、もし今後僕がここにいない人のことを悪く言ってる時には、もうその人にはもう伝え済みです。はい。で、あいつちょっと一発言うたったんですよ、っていうことはあると思うんですけど、まだそれが確立する前にいないところで言うっていうのはあんまりしないですね。あんまりっていうか俺聞いたことがない。あ、そうですか。あ、だからなんか笑いのネタに変えるときはあっても、あ、はいはい、だから直線的に人の悪口を言うっていうことは俺聞いたことがないから、あ、大したもんだなと思ってさ。あら、まさかの高評価みたいな。違う。いや、でも実は意識してるところ。そうだろ、はい、
それは何、自分で得たことなの？それは若い時は言ってたと思うんですよ。まあそりゃそうだよな、はい、好き嫌いが激しいような時代はね、はい、でまあ、いわゆる陰口じゃないですか、うん、陰口は回り回って尾びれ背びれついてものすごく大きくなって僕の悪口になって帰ってきたり、あ、まあまあ確かにそういうもあって、すごく会ったこともない、もしくは初対面の人にもういきなり誤解でスタートしていく、うんうん、ことがあったんですよ、うんうん、なので余計なことは口は災いのもとというのはそういうことかと思ったのはありますね。20代中盤ぐらいですかね、うん、はい、いやそこから意識して言わないようにしたの、まあ、知ってますね。それ言わないようにしたら身につくもんかだと思います、はい、そうそう、まあ挨拶にしたって、はい、まあ、習慣だろうな。あ、習慣ですね、うん、はい、そうです、挨拶はもう絶対そうですね、はい、で YouTube をこの度始めるということで、はい、どういう YouTube を目指そうと思う、まあ、例えば野球だとか、まあ、ゲストを呼んだりとかいろんな形の YouTuber っているじゃない、はい、ガンちゃん独自のっていうのをなんかいろいろ考えたりして、まあ、どこを切っても野球人だと思ってます自分自身ですが、でも一人の人間じゃないですか。その個性と、こんな人でも野球選手だったんですよ、そして野球選手の話する時でも、あ、こんなあの側面や、もしくは、まあ、裏面までいかなくてもこういう人格者なんですよ、どうですかというレコメンデ的な話は絶対にしたいですよ、ね、うん、普段解説で言えなかったような、あの時にはちょっと奥まで何か挟まってたけど、はい、ここでは言わせてもらうよっていうのも、なるほど、はあ、ちょっと飛ばさせてもらおうかなと、うん、歌は歌わないのどうすんの、お前歌は歌は気にある、趣味でギターやってちょっと歌ったりしますが、まあ、それはなんかあの豊さんもサブチャンネルお持ちですよ、うん、はあ、まあ、そっちで遊ぼうかなと思ってるんですけど、要望あれば多分ないと思う。ないですか。多分ないと思う。そこはね、野球から外れたら回らないからな、なんか。なんか知らないけど回らない。でも、ガンちゃんなんか若いから、表に出てもいいよ、ね。ああ。街に出て。アクティブはいただきたいですよ。なあ。はい。だから札幌とかあるんでしょ、はい。多いんでしょ、はい。だからすすきのとか回ってて、回るとか。パトロールですね。別にパトロールを。いやいや、パトロール重要じゃないですか。もう今もうちょっとした端末で全部もう一人テレビ局で全部映りますから。いや、そうそうそう。え、そんなのやっぱりみんな望んでます？いや、多分望んでると思うよ。望んでる人もいるけど、ただ音楽に入ったらダメだとか、いろいろ規制はあるからね。じゃあそこら辺も勉強して。そうですね、一生懸命それこの4月5月2ヶ月半ぐらい相当勉強したんですけど、いやでも相当待たせたよな。いやいやいや、その分個人のサブチャンネル先行で、うん、なんか化粧したりいろんなことやりました。自分でやってんの？自分でやりました全部。それなんでそんなテンションなの？いつもお前なんか作ってんの？いやなんかね、いやお前の臭い時があるんだよ豊さんは、何一回僕に真剣に言われましたよね。あれゴルフ場やったと思うんですよ。僕もいつもこんなんですよ。こんなんですよね。わーとか言うでしょ。はい。井田さんこれですか。でもいつも言うじゃないですか。やっせーとか言って。はい、はい、本当にあの時僕忘れもしないです。カート乗ってて、おいガン。はい。お前いつまでそのキャラ続けるの。いや僕キャラじゃないですよ。いや俺キャラだと思ってるから。こんなんですよ。疲れない。あの時の豊さんはマジで僕のその今後を心配する顔やった。いやいや、これは一生言ったら疲れるやろなと思って。いやいや、本当に。だからいつまで続けんだかなと。いやいや、もうこのまま行きますよ。行くの？もっとディープに行きますよ。でも、片岡言ってたけど、たまにガンちゃんが選手時代、いや、このキャラも疲れるんですよって言った節があるっていう。チームの中でチームを盛り上げなきゃいけないキャラってあるんですよ。あ、それはある。はい、それはもう。ちょっと待ってくれ。俺も野球選手やったらそのぐらい分かるそれ諭すように言うの。そういう時会長とか選手会の役員とかされてました？やってたよ。ということはもう自分がしんどくても削ってやらなきゃいけないじゃないですか。ああ、そうだそうだ。それは意識したことあります。あ、それで疲れるなと。その時は自分のキャラオーバーだったんだ。そうですそうです。今はもうこれが素の岩本ですから。ですからじゃあ YouTube 楽しそう、楽しめるな。あともうハイテンションでいくの。はい、大阪人ですから、まあ、そのキャラも存分に。片岡さんのようにどっかで僕は京都だからっていうのはもうない。もう絶対僕はあの京都の壁を必ずもう全部下からもう猫そぎ取っ払いますから。まあそれがいいよな。なんか食べ物企画でもさ、いろんなとこ行くじゃんガンちゃんって、はい、まあ、札幌行ったり大阪行ったりとかさ、はい、いろいろあるじゃない、はい、だ行きつけのここはここのこれがうまいとかのさ、まあ、紹介でもいいし、そのね、こう撮影する角度とか、うん、光の当て方とかも、うん、この2ヶ月半で勉強したんですよ。まあ、あれも買った？あの携帯の。あ、もう、もう、棒、あの、自撮り棒みたいなんですね。あ、自撮り棒。3本買ってます。すごいな。照明も僕、
立つやん。全部盗んじゃう。正面は持って歩けないだろ。持って歩けるやつ、はい。持って歩けるやつもあります。すごいね。はい。僕はあの、東京スタジオ、大阪スタジオ、札幌スタジオ、3カ所も作りました。マジで大阪はどこ？いや、自宅なんですけどね。なんだよ、自宅かよ。まあまあ、でも楽しみやな。はい。ガンちゃんの YouTube。いや、皆さん、あの、これ俺のチャンネルやけどさ、はい。あの、みんな応援してもらえると。ね、ありがたいと思いますし、なんか新しい自分に出会いたいなと思ってるのが一番ですよ。まだあ、いや、だから自分でも知らない自分っていると思うんですよ。まあまあ、そりゃそうだよね。ああ、いや、豊さんが、お前それいつまで続けるの、そのキャラって言われた時も、あれこれってキャラなのかな、これ自分なのかなって考えさせられたんですよ、すごく。そうだろう、はあ、だから今後こうやって YouTube 発信で新しい自分がまたそこにいるかもしれないと。まあちょっとあのチャンネルも宣伝しといて、最後岩本勉チャンネル、乞うご期待、シンプルです。